はい、しゅうチャンネルのしゅうです。人の畑を見てみたいということで、3月、18日19日になりますね。結構暖かいですね。今日日中の気温もね、18度以上20度近くいっておりましたんで、日差しも良くて、ポカポカしてます。朝はね寒かったんですけど、昼になるとねやっぱ日が出て、ちょうどいい過ごしやすい、感じです。今回ねご紹介するのは、たまたま通りかかってから気になったところで、結構ね作りが、素晴らしいですね。こうやって、タンから水が出るようにされてたりとか、ブロック、あとレンガを組んでね、このように、ポザゼ的な、感じで作ってらっしゃいます。こちらお花なんですけど、こっちね、畑が、何畳分ぐらいかな、せいぜい20畳ぐらいかね。畝的には 1,2,3,4,5 と、5つぐらいですけど、うまいことね、今、マルチを張って準備もされておりますし、ブロッコリー、なんかも、しっかり、実ってますね。白系のブロッコリーなんかも植えられてるんで、結構楽しまれてる、方の畑かと思います。竹のね、枠が組んであるので、雰囲気がいいですね。ちょっと離れたところに行くと、このようにね、肥料なんかも、手作りで作られておりますし、この柑橘類も、綺麗に実って、もう収穫時期迎えられているような感じです。田舎なんでね土地がやっぱ余っとるんですね。わざわざ建物を建てるような、感じでもないですしね、自然とね畑をされている方は非常に多いかと思います。こんな感じでですね、ネギなんかはもう立派ですよね。もう収穫、されてたり、収穫、してどんどん食べれたり、植えられながらね、楽しまれとるんでしょう。あとは豆の類で、三角、で支柱組んでありますしね、こうやってねやっぱ竹の支柱、このね目の前なんかが参考になるんですけどね、組んでこういうのねパーテーションみたいな形でね、設置するだけでも、畑の、雰囲気が、ググッとアップして、ぜひ参考にしたい、やり方かと思います。あとはね埋まってるのは大根とか、あと奥にほうれん草とかですね、あとはブロッコリーの類が、ちらほら、ナッパ類と、ですね。今3月なんで、ぼちぼちですね、夏野菜何を植えるか、皆さんも検討しながら、春野菜で今から植えて間に合うって言ったら、ブロッコリーがねまたね新しくね、春植えの分が出回ってますしね、あと、豆類はそろそろもう植えとかないともう完全に間に合わなくなるんで、そうですね、スナップエンドウとかその類でしょうか。暖かくなるとね一気にね、伸びますしね、特に今ね野菜がすごく安くなったんですけど、キャベツなんかもうちの近くでね、一玉200円から150円ぐらいでまあまあな大きさが、売ってたんですけどね、八百屋のおっちゃんに聞くと今からの時期がやっぱ暖かくなるとすぐ伸びちゃうんでね、伸びちゃうとやっぱり味が大雑把になりますね、落ちてしまうんで、どうしても今が、一番、安い時期なんだよっていうのを教えてくれました。今ね我々が、植え付ける時期でも、ちょうどいい塩梅なんで、結構ね皆さん畑仕事を背を出されてる姿をよくお見受けします。今から楽しい時期なんでね、どんどん、うちなんかも植え付け、進めていきましょうという感じなんですけど、なかなかね動画のアップが間に合ってなくてですね、やっぱ耕してね動画撮って、アップするってなると一手も二手目なんで、とりあえず今年かな、ある程度準備ができて出来上がった状態の撮影をするとか、そういう風にね、少しずつ、工夫をしていきたいと思います。はい、以上ですね、ちょっと久しぶりに人の畑が見てみたいということで動画撮影いたしました。以上です。しゅうチャンネルからでした。どうもどうもどうも。